今日はですね、また志賀高原を散策してるんですけれども、今日来てるのが一ノ瀬エリアですねの、信濃木コースっていうね、まあちょっとルートがあるんですけれども、そこを今歩いています。この下にせせらぎコースっていうね、別の遊歩道があるんですけれども、まあ今日は一ノ瀬エリアをねちょっと歩いております。で、今度僕の個展がこの下にあるシャレ志賀さんで行われますので、ぜひお越しになる際はですね、このせせらぎコースとここのですね、信濃木コースを歩いてみてください。お花もね、綺麗な時期かと思いますので。で、今日はね、この先に行くと、信濃木っていう大きい巨木があってですね、それが樹齢800年ぐらいなんですけれども、それをちょっとね、見に行こうかと思います。今ちょうど緑も綺麗になってきて、いい時期かなと思いますので、あとは山花葉がね、今、すごい綺麗な時期なので、本当はね、山花葉って雨降ると、ちょっとこう、透明っぽくなるので、それを見たくてね、今日の朝来たんですけど、今朝まで雨予報だったのに晴れちゃったのでね、乾いてるかもしれないんですけど、まあちょっとそういったものがもし見れたらいいかなと思いますので、のんびりと行ってこようと思います。なので今日はあんまり写真っていうか、なんかカチッとした感じではなくて、のんびりとパシャパシャと撮っていく感じになると思いますけども、楽しんで行ってこようと思います。じゃあ行ってまいります。今ですね、こちら両サイドになるんですけど、この辺りからね、ようやく山花葉が出てきました。割とね、葉っぱは大きい感じで、柏の葉っぱみたいにわっとこう広がっていて、それに比べお花はめちゃくちゃ小さいので、ちょっと分かりづらかったりするんですけれどもね、ちゃんとね咲いているんですよね。で、乾いてるかなと思ったんですけど、意外とこの辺りちょっと陰ってる場所なのでね、湿気が残っててくれて、ちょっと半透明になってるような花もありますね。ただ結構つぼみがまだ多いので、これから咲いてくるのかなという感じなんですけど、一部咲いててすごい綺麗なので、ちょっと撮ってみようかなと思います。本当にちっちゃくて可愛いですね。これまだこれからって感じですね。これから雨の日も多くなるので、この花びらがまた咲いてきたタイミングで、また数日後に来てもいいのかなという感じなんですけれども、ひとまずいくつか咲いてるものもあるようなので、ちょっとね撮影したいと思います。すごい綺麗ですね。かわいい。はい、ということでですね、こちら一ノ瀬の信濃木っていうね木に今到着しました。ここテーブルというか、ステージ状になってるんですけれども、もうかなり木が老朽化して崩落しそうになってるのでね、緑色の線が張られて木肌の木にくくりつけられてるんですけれども、まあ一応ここから下からね、こう眺めるような感じになってます。こんな感じですごい立派ですね。樹齢800年で長野県の天然記念物に指定されている
木になります。なんかね、この日本の中でも1本か2本ぐらいしかこんな大きいのもないっていう感じなので、まあ1番2番を争うぐらいの大きさっていう感じで、まあそんな木がこちらにございます。本当にね、立派ですよ。下から見ると。で、今ちょうど太陽の光がね、左上からこう入ってきてですね、まあ、すごいこの木の感じがね、なんか神々しく見えますので、まあその光を浴びている様子をちょっとね、今撮影してます。ちょうど今9時40分ぐらいなんですけど、そのぐらいの時間だとね、いい感じに左上から光が入るので、その太陽と一緒に絡めて、この木をね、撮ってみようと思います。なんかこの木もね、若干左カーブを描いて右にこう、くにゃっとこう曲がってるので、こう光を浴びてる時に、うわーっていう感じが、なんか表現できるというかね、ちょうどいい感じになってますので、まあそういった様子もね、ちょっと交えて撮影できたらなと思います。で、この後はずっと周遊してですね、ゲレンデのところを降りていくような感じになるんですけど、ちょっとせせらぎコースとかもですね、行ってみて、あとは、ダケガンバの新緑が今ちょうど綺麗になってきたので、岩菅方面とかね、ちょっとそっちの方も、この後撮ってみたいなと思います。ということで、この立派なシナノキ、ここで撮れる一枚は、こんな感じです。で、ここはですね、スキー場のゲレンデになるんですけれども、夏の間っていうのはこんな感じで草地になっていて、ずっと歩いて下に降りてくるような感じになっています。で、今優雅にここをずっと下に下っていたんですけれども、すごくね、ここの景色というかがすごく綺麗だったので、ちょっとね、撮影をしようと思います。両サイドにはですね、カラマツの木とかがあってですね、割とこう整って、こんな感じで中央に向かって、葉を広げているというかね、枝を広げているんですけれども、でそこのずっと先に行くとですね、寺小屋に続く山なんですけれども、あそこのね、ダケカンバの新緑が今すごく綺麗でですね、それがなんかここからこう垣間見るというような、まあ、そんな感じの風景というかね、光景だったので、すごく綺麗だなと思って、今ちょっとカメラをセットしております。で手前は割と暗めなんですよね、影になってちょっと暗いんですけれども、奥のね、あのダケカンバのところが今ちょうど日が当たってね、すごく綺麗なので、まあ、なんかこう扉の内側から奥を見てるような、まあ、そういう感じでちょっと表現できたらいいかなと思います。まあ、なんかその明るさのコントラストもあったりだとか、あとはそのラインのコントラストというか、まあ、そういうものがこう組み合わさった一枚なのかなと思って、なかなか普段の撮影エリアではない光景なので、ちょっとね、このゲレンデならではの撮影をちょっとしてみようかなと思います。これで下に行って木道にまたね合流したら、もうちょっと何か花とかあったら撮影して終わろうかなと思います。ということで、こちらで撮れる一枚はこんな感じです。はい、ということでですね、ちょっと最後の、せせらぎコースというところだったんですけれども、今水場所が綺麗なんですが、ちょっと痛みがすごく強くてですね、あんまり撮影するっていう感じではなかったので、まあ、リュウキンカとかは綺麗だったんですけど、ちょっとね、そっとして帰ってきました。で、まあこれでね、雨も降り始めて、ちょっと遠くの方で雷の音も聞こえてきたりして、大気の状態も不安定なので、今日はこれで帰りたいと思います。で、今反対側に見えているところ、あれがシャレーシガっていうね、まあ、ホテルでですね、志賀高原フォトグラファーズセンターになります。で僕が個展をする8月1日から1ヶ月間個展をする会場になってますので、まあ、そんな感じで個展に来られた方は今日行った素晴らしいコースがですね、反対側にありますので、そんなに大変じゃないので、簡単にこう登っていって、少しこう平行なところを行って下ってくるだけっていう感じで、なのですごくいいコースなので、ぜひ、ね、お越しの際は足を運んでいただけるといいと思います。で、基本的に自分も土日は在廊しようかなと思っていて、ま、もちろん平日もね、行ける日は在廊しようかなと思ってるんですけれども、また土日とかはフォトウォークっていう感じで、今日行った白の木コースとかせせらぎコースを散策
できたらいいかなというふうに思ってますので、まあ、ご案内できたらいいかなと思ってますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。ということで今日はすごく朝から気持ちいい撮影というかハイキングで良かったです。山海魚がね濡れている状態で見れたのがね良かったです。ちょっと乾いちゃってないかなと思ったんですけど、すごく綺麗でした。白の木も立派でしたしね。ということで今日はこれで帰りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。